クロス・ファイア、ワイルド・アームズ・クロス・ファイアは、メディア・ビジョン・エンタテインメントが開発、ソニー・コンピュータ・エンタテインメントが2007年8月9日に発売した、シミュレーションロールプレイングゲーム。ワイルド・アームズシリーズ7作目。シリーズ初の携帯ゲーム機専用ソフト。本作はシリーズでは、避難バリングタイトルという扱いであり、ゲームジャンルは、RPG から、 シミュレーション RPG へと変更された。キャラクターデザインは、前作、ワイルドアームズ・ザ・フィフス・バンガードの佐々木智美、シナリオは、金子明氏が担当している。今作のテーマは、戦争と、後継そして、後継のカテゴライズとして、国と、家族というワードも使用している。舞台は、 慢性的な後廃が進行していく、死にゆく世界である惑星ファルガイア。イニシエに文明を崩壊させるほどの天変地異が起きたことが原因とされているが真相は不明。崩壊した世界でわずかに残された食料や資源、土地、財産等をめぐっていつ終わるかわからない争いが繰り広げられていた。クラリッサとフィアースは、 敵のルパートを追ってエレシウス王国に渡った。そこは病に伏せる国王に代わって元老院による民への圧政が敷かれた国だった。クラリッサは過去の出来事から嘘を激しく嫌っていたが人々を救うため死んだはずのアレクシア王女を演じ人々を救うことを決意する。プロフィールはコンプリートガイドより本作では各キャラクターにクラスが設定されており クラスにより、装備、パラメーター、使用可能な技、オリジナルや特殊能力、パーソナルスキルが異なっている。ステージによっては特定のクラスにつくことにより、クリアがより楽になったり、ステージ内の特殊な仕掛けを動かしたりなど、WA シリーズの謎解きに該当するシステムが搭載されている。クラスには専用クラスと汎用クラスの2種類があり、主要キャラは専用クラス。 汎用クラスともにつくことが可能だが、渡り鳥は汎用クラスのみとなる。電撃魔王2007年11月号から2008年3月号まで掲載。スズラボクカリン作画。全一巻がメディアワークスより観光。ゲームでは描かれなかった、レビンとアレクシアの出会いや、アレクシアとカティナの思い出、ゲームのエンディングから11年後の世界を描いた。 金子明氏が手掛けた新エンディングが収録されている。また各キャラクターの11年後の姿の設定画が収録されている。本作にはソニーコンピュータエンタテインメントが制作、運営する公式サイトとメディアビジョンが制作、運営する非公式サイトが存在する。とりわけ非公式サイトは逸脱した嘘の内容が特徴でキャラクターの情報に ラブライナは、合コンが大好きなどと書かれたり、ゲーム本編のスクリーンショットに明らかに、ストーリーと異なるテロップが入ったりしている。特に主人公であるクラリッサはその特徴的な、前髪から非公式サイト内では、前髪にハトを飼っているという設定になっており、正式オープン前には、ハトが、クラリッサの前髪に変化するという GIF 画像が、公開された。ハトのマークは、 非公式サイト内のタイトルなど、様々なところに存在する。ワイルドアームズ XF オリジナルサウンドトラック、CD4 枚組。小田香織の歌うオープニングとエンディング、劇中で使われた BGM を完全収録。4時間半を超える、大ボリュームとなっている。ありがとうございます。